毎度お騒がせしております竹屋干すだけがやってまいりました。ご家庭で洗いすぎて余っている洗濯物はございませんでしょうか。この私がポカポカの日向まで運んで干してまいります。竹屋干す、ヘイヘイ、干すだけでございます。ヘイ、そうですね、こちら靴下20円、タオル80円となっております。防犯は大丈夫かって？それはプロですからね、足を信頼してほしいですね。結構ですか？そうですか。たーけやー、へい、なんで土砂降りの中こんなことやってるかって仕事ですからね、足を待っててくれる人がいるんで。え、空気中の微生物とかが繁殖、いや、おじさん小学校しか出てないから難しいことわかんないね。まあまあまあ、まあ、いいね、冷やかしはいいからね、うん、また干したくなったら来てね。洗濯機回してんの？あ、今日はマザーさんだね。みんなね、今部屋干しだ、ボルドだなんか言ってね、部屋干しばっかしてるんだよ。いいよ、ポカポカのとこだーけやー。へい、営業許可でございますか？営業許可は難しい問題ですね。え、あ、どうもこんにちは、こんにちは。なんでこんなことしてるのかって、お金を稼ぐためだよ。おじさん生活保護だからね、こうやってちょっとでもお金を稼がないとやってらんないんだよ。だーけやー、疲れたな。この仕事の欠点は休憩しても全く座れないっていうことだよな。汚れちまうからな。でも不思議だな、自分で言ってもなんだけど、こうやって干してくれる人がいるんだよな。でも一つ問題があるんだ。俺方向音痴だから、もらっても帰り道が分かんないんだ。だからこうやってずっと日本中ぐるぐる回るしかないのさ。みんなもどっかで見かけたら干してくれよ。あばよ。だー